エスティマは、トヨタ自動車が1990年から2019年まで生産、1990年から2020年まで販売していた大型ミニバンである。初代は、トヨタ自ら、天才卵というキャッチコピーを用い、印象的な丸みを帯びた外観を強調する、プロモーションを行った。1989年に幕張メッセで、 初開催された第28回東京モーターショーにコンセプトモデルとして出展。動くカットモデルの展示は大きな話題となった。それから約半年後の1990年5月12日に市販化され、その卵をイメージさせる未来的なスタイルで高性能ニューコンセプトサルーンとして注目を集めた。従来のワンボックスカーでは前輪前運転席下に位置しているエンジンを 横に75度寝かせることにより平床化に成功。前輪も運転席の前方に置くことにより、世界でも例を見ないアンダーフロア型ミッドシップレイアウトが採用され、ミッドシップは室内が狭く実用性に欠けるという常識を覆した。元々のコンセプトは、当時トヨタが開発中であった2ストローク S2 エンジンを搭載した新時代の MPV というものであり、 このエンジンのおかげで、エンジンルームをコンパクトにまとめられる木産であったが、ハイガス対策の解決ができずエンジン開発に失敗したため、急遽、ハイエースの部品を流用した一般的な直列4、気筒2.4リットルエンジンを、傾斜搭載することで、なんとか、日の目を見ることができた。商用グレードを用意しない独立モデルであり、サスペンションも、軸は、マクファーソンストラット式、 後軸は、ダブルウィッシュボーン式の四輪独立喧嘩を採用。発売当時は、モノグレード体系、七人乗りの一種類のみで、駆動方式は、ミッドシップと四輪駆動。搭載されたエンジンは 2TZFE 型、直列4気筒 2438cc の一種類であった。驚きをもって迎えられたエスティマではあったが、横幅が5ナンバーサイズに収まるキャブオーバー。 ガタミニバンが主流だった。当時の日本においては大柄で高すぎたため、また、北米市場では2.4リットルエンジンがひるき、ヨーロッパ市場では高価だという理由で支持を得られなかった。欧米市場では、プレビア、オセアニア市場では、タラゴとして販売された。競合他社が V 型6気筒エンジンを搭載する中で、エンジンパワーでトリエンジンが、 座席の下にあるため振動、騒音が多く、エスティマは価格に比して静粛性、引いては高級感に劣ると評された。1992年1月には、バネットセレナの対抗車種として、車服及び全長の短縮によって、車体をもナンバーワークに収め、前後デザインの変更を施したエスティマエミーナとエスティマルシーダを発売開始した。自動車雑誌などでは、 単にエスティマの幅を縮めたモデルと表現されているが、もともとエスティマ開発当初から小型版のナローモデルは想定されていた。前述の日産バネットセレナの好調を見て、廉価グレードを増やし発売された。エスティマがシングルグレードであった反面、エミーナ、ルシーダはビニールシート仕様の廉価版からエスティマと同様の豪華版まで幅広いグレード体制とした。 1993年2月、連価グレードとして X を追加。トップグレードのエスティマは発売当初からのように7人乗り4輪、独立喧嘩を採用しているが、こちらは8人乗りリアサスペンションに4リンク式を採用したものとなった。また、1994年8月の改良では、かねてからの動力不足の解消のため、エスティマのエンジンに、 スーパーチャージャーが装着されたが、下級機付きエンジンに付き物の燃費に関する不満に悩まされることになる。1996年8月には、それまでの2グレード体系から、上から G、V、X となる。V は X のスーパーチャージャー付きモデルとして設定され、G はエスティマと同様のものである。1998年1月。 マイナーチェンジを行い外装デザインを一新。また、新たにエアロパーツを装着したグレードアイラスを設定。すべてのグレードでスーパーチャージャー付きとなった。しかし、1994年10月に登場し、大ヒットを記録していたホンダオデッセイの存在により、低下した売り上げの回復には至らなかった。この頃から、街中の燃費は従来通りだが、 高速走行などでは燃費の向上が高められており、10年廃棄ガス規制に伴って排ガス記号も E- から GF- に切り替わっている。実際の販売状況はエンジンルームの狭さゆえにエンジンの大型化に対応できず、オデッセイやエルグランドをはじめとするライバルが V 型6気筒の3リットルや3.5リットルへと移行する中で苦戦を強いられた。なお、 北米で販売されたモデルはこの台のみで以降はカムリをベースとしたコンベンショナルな FF レイアウトのシエナがその座を引き継いでいる。そもそもコンパクトナニストロークエンジンを搭載した新時代の MPV というコンセプトの肝であるエンジンが完成しなかったためにエスティマは非常に不幸なモデルライフを送ることとなった。販売台数を稼いでくれたミーナ、ルシーダでは 全席足元スペースが狭く、その乗り味も本来の親エスティマが持っていた、大らかな乗り味ではなく、開発人が目指していたものとは違う方向となり、戦略の転換を余儀なくされた。二代目、三代目にモデルチェンジされて、以降もその際だったスタイルから、カスタムカーのベースとなることが多かった。特にセルシオのフロントを移植可能にした、社外品が販売され、 この移植を行った車両は、通称、セルティマと呼ばれ、他にも多数のメーカーが、同車用のエアロパーツや、アフターパーツを販売するなどしたことも、カスタムベースとしての人気を博した要因と言える。さらに、バランスの良いハンドリング、MR であるが、ゆえの安定性から一部の愛好家にはこの車を何台も乗り継ぐという例も多かった。1999年12月、 生産終了。在庫対応分のみの対応となる。2000年1月、2代目と入れ替わる形で、販売終了。2代目は2000年1月11日に発売された。目標月間販売台数は T と L 合わせて6000台。後に、ヨーロッパ市場向けと、オセアニア向けも発売されたが、北米向けは発売されなかった。また、エミーナ、ルシーダは、 本モデルに統合された。卵型の丸みを帯びた車体を踏襲しつつも、ミッドシップエンジンを改め、カムリをベースとした FF に変更となり、さらに乗用車のイメージが強くなった。駆動方式を FF に変えたため、エンジンの大型化が可能となり、エンジンラインナップは、V 型6気筒 2994cc が先に登場し、2ヶ月遅れで加わった。 直列4気筒 2362cc の2本立てとなる。2001年6月にはハイブリッドモデルが追加された。車体寸法は初代とほぼ同一であったが、駆動方式の変更による低床化により着座位置を下げ、ヘッドクリアランスに余裕を持たせるなど室内スペース、減少は最低限に抑えたとともに居住性を向上。また、このモデルより両側スライドドア、 センターメーターを採用。スライドドアに関しては、一部グレードで電動化された。初代エスティマが失敗で終わったことでの反省を踏まえ、様々な改良を加えた結果、販売面では、カローラ、ビッツに次ぎ、2000年新車乗用車販売台数第3位と、初代の接続を果たす大ヒットを記録。その後も勢いは衰えず、3代目へ、モデルチェンジした後も中古車市場において、 人気モデルとなった。トヨタモデルスタインターナショナルが製作する特装車として、本来7から8人乗車であるエスティマを4人乗りに変更し、木目調カウンターや各種 AV 機器を装備、冷蔵庫やテーブル、ファクシミリ台等を装備したエスティマモバイルオフィスという名の商用モデルも発売されている。後にハイブリッドモデルも発売されたが、価格は700万円と高価であった。 取り扱いは、エスティマ T がトヨタ店、エスティマ L がトヨタカローラ店、エスティマハイブリッドは両店での扱い。T と L の外観上の違いは、前期型はリアウインカーレンズ、フロントエンブレムの色。後期型では両者ともにクリアーとなったため、違いはエンブレム色のみである。なお、ハイブリッドは販売店による違いはない。タクシーにも用いられ、 保安基準の都合上キャプテンシートの設定がある G グレードが多く X グレードの3列目シートを撤去し5人乗りとして使用する例もあるエスティマハイブリッドエスティマハイブリッドは2001年6月に登場したトヨタ自動車ではプリウスに次いで2番目ミニバンでは初となる市販のハイブリッドカーである重量がおよそ1.85トン 排気量2.4リットルのガソリンエンジンを搭載する車両ながら10.15モードで 18.0kmL の低燃費を達成している。1999年東京モーターショーに HVM4 の名前で出展。エスティマハイブリッドに搭載されているハイブリッドシステム THSC は前輪を駆動させる後トキンソンサイクルの 2AG。 フックス型、排気量 2362cc、131、馬力、5600rpm、19、4kgm、4000rpm ガソリンエンジンを 13kW、1130から 3000rpm、11.2kgm、0から 1130rpm の、ジェネレータ券モータで、アシスト、エンジン動力は、効率の良い CVT を通して前輪のみに、 伝えられる。後輪への動力伝達は、プロペラシャフトを用いず、ジェネレーターを兼ねる 18kW、1910から 2500rpm、11kgm、0から 400rpm のモーターを、リアアクスルに搭載し、このモーターのみで駆動される。世界初の電気式四輪駆動システム E4 を、搭載する。またベルト駆動によって、エンジンスタートを行い、スタート後は、 エンジン動力によって回され、オルタネーターの役割をする、スタータージェネレーターを搭載することも THS-C の特徴である。ブレーキシステムは、旋回時の横滑りを抑える、VSC、発進時などのタイヤの空転を抑える TRC、ブレーキ時のタイヤのロックを抑える、ABS、急ブレーキなどの際に、ブレーキ量を上げる、ブレーキアシストを、 統合制御する ECB により4輪を独立して制御、油圧ブレーキと回生ブレーキの比率を適切にコントロールして運動エネルギーの回収能力を上げているほか各機構を統合制御により従来の機構では車両の安定性が限界に来る直前に制御を始めるものを車両がより安定しているうちから制御を始めることで各機構の効果を高めて 車両の安定性を上げている。運転制御については、停車時にはエンジンを停止して、ガソリンの消費を抑え、発進時は、バッテリ残容量が少ない時などを除いてモーターのみで、発進全開加速など必要に応じて、後輪も駆動させる。通常走行時はエンジンのみで走行するほか、交付加時はエンジンをモーターがアシストする。バッテリ残容量減少時には、 エンジン動力を走行とジェネレータの駆動に2分にし、走行しながら充電することも可能である。また、蒸気のスタータージェネレータを併用することで、さらに充電量を増やすことも可能である。エスティマハイブリッドは、プリウスと比べモーターよりもエンジンがメインとなっている。減速時には、前後のモーターを使った回生ブレーキにより、運動エネルギーを電気エネルギーに変え、NI? メガヘルツバッテリーに貯める。回生ブレーキ使用時はエンジンに動力が伝わらないように切り離すことで効率よく回生が行われるようにしている。また、ハイブリッドシステムを搭載したことにより、室内に備えられている AC100V のコンセントから最大 1500W の電力を供給することができるようになった。グレード構成は THS-C-E4。 ECB など装備する標準グレードと標準グレードの装備の他にリスチャージヘッドライトやアルミホイール、クルーズコントロールを装備する G エディション、それぞれにシートが7人乗りのものと8人乗りのものの全4タイプになる。外装はプロジェクタータイプのヘッドライトを搭載するなど主に前後の透過類が変更され THSC を搭載しない通常のエスティマと差別化がされている。 2003年7月に行われたマイナーチェンジでは t h s c を改良して10.15モード燃費を向上させたほかエアコンコンプレッサーをエンジンが作動時にはエンジン出力でエンジンが停止時にはコンプレッサーに内蔵されたモーターで駆動する世界初のニューウェイコンプレッサーを採用しエアコン使用時の燃費を向上させているハイブリッド化の欠点として バッテリーを3列目シート下部に設置するために、通常のエスティマと比べ過失が狭くなるほか、3列目シートのシートアレンジが制限されている。マイナーチェンジと同時に登場した、同じ THS-C を搭載する、アルファードハイブリッドでは、バッテリーの設置位置が全席下部に変更され、この点が改良されている。プリウスやエスティマのガソリンエンジン車が、 初代から現行モデルにおいて日本国外でも発売されているのに対しエスティマハイブリッドは日本国内のみの展開となっている2005年12月に生産終了在庫対応分のみの販売となる2006年1月に3代目の移行に伴い販売終了2005年の東京モーターショーにてコンセプトモデルが発表され 市販仕様はこのコンセプトモデルに準じたデザインで2006年1月16日より市販された。追って、オセアニア向けやアジア向けにも展開されたが、欧州向け販売は今回から中止された。また、北米での投入もされなかった。仙台のような販売店による区別がなくなり、社名がエスティマに統一されたが、車両形式の末尾に付される車種グレードごとの 細分記号は販売店で異なる。価格は376万円からと、一般的なミニバンより割高であるが、ベディムを標準装備するなど安全面も充実している。エクステリアデザインは2代目の正常進化型ではあるが、ヘッドランプは涙目風のデザインを採用し、より精巧な印象となった。また、三角窓を継続して採用したほか、すべてのピーラーをブラックアウトし、 ルーフが浮いているようなイメージのフローティングルーフとなっている。また、リアランプユニットには LED が採用され、またドアミラーにも LED 式の方向指示器が装備された。インテリアデザインはセンターメーターこそ継承したものの、2台目とは打って変わり、直線基調で広がり感のあるデザインとなっている。また、シーケンシャルシフトマチックも搭載された。エンジンは、 新開発の2グレーン FE 型 3456ccv 型6気筒 DOHC の 280PS と国産ミニバンよび全輪駆動車で初の 280PS 達成。また 2362cc 直列4気筒はモデルチェンジを機に 170PS22.8KGM とパワーアップした。 ハイブリッドの燃費は 20kmL に向上した。プラットフォームはフロントがラブ4などに採用の新 m c プラットフォームを使用し、リアは専用設計である。なお、このプラットフォームは2代目アルファード、初代ベルファイアと共通である。シートタイプはこれまで同理7人乗りと8人乗りが設定されるが、3列目シートは2代目の前後、スライド。 チップアップ式とは異なり、スライド機能を廃した床下収納式となっている。また、7人乗りなら、スーパーリラックスモードが使える。これは3列目のシートを収納した状態で2列目のシートを最後尾までスライドさせれば、リムジンのような広大なスペースが生まれるというもの。一方の8人乗りには2列目シートに、チップアップ機能を備え、床下に収納できる3列目シートを活用して、 広大な積載スペースを確保することができる。トランスミッションは3.5リットル V 型6気筒車がシーケンシャルシフト機能付き 6AT2.4 リットル直列4気筒車が7速シーケンシャルシフト機能付きスーパー CVTI が採用される。シフトレバーは1.2台目ではコラムシフトとなっていたが3台目からはゲートタイプのインパネシフトとした。装備では G ブックアルファ対応の HDD ナビゲーション、インテリジェントパーキングアシスト、プリクラッシュセーフティシステム、スマートエントリースタートシステムなどの先進設備を充実させている。なお、クラウンでも採用されたスマートキー機能付き腕時計がディーラーオプションで設定される。なお、同年6月12日にハイブリッドモデルが追加設定された。 ハイブリッドシステムは前モデルの THS-C から2代目プリウスなどにも採用されている THS-2 に変更された。エンジンとモーターの合計出力が190馬力となり、先代で不満だった動力性能を今回のモデルチェンジにより解消している。燃費にも優れており、JC08 モード走行で 18.0kmL と同排気量クラスでは、 世界トップレベルの低燃費を達成している。また、実用燃費の向上を狙い新たに排気熱再循環システムを搭載し、これまで捨てていた排気の熱エネルギーを回収し、エンジン暖気やヒーターの暖気に利用している。ハイブリッド用バッテリーの搭載位置は、前モデルでは3列目下部だったが、全席左右間のコンソールボックス下に移された。 このため前席から2列目以降へのウォークスルーはできないがシートアレンジ制限については改善された。また1列目のハイブリッドコンソールボックス後面にハイブリッドカー特有の大容量エネルギーを活かして最大1500ワットの電源供給を可能にする AAC100V アクセサリーコンセントが標準装備されているが2011年3月11日に発生した 東日本大震災では災害時の緊急用電源として被災者の携帯電話の充電や湯沸かしなどに活躍された。これは当時ミニバンにおいては初代アルファードハイブリッドを除けばエスティマハイブリッドのみの機能であったが、これをきっかけに各社で電源供給機能を備えた車種が次々と登場した。なおベネスケコーポレーションが保有する同社の教材である。 子供チャレンジのキャラクター、島次郎を模した 426GT 島次郎カーは、当モデルのハイブリッドをベースとしているが、構造変更を申請し、公認車検を受けているため、市販モデルと同様に行動走行が可能になっている。青森県の知事及び第一副知事の各公用車として導入されている。2007年4月25日独立行政法人。 自動車事故対策機構より2006年度の自動車アセスメントで自動車アセスメントグランプリを受賞した。2008年12月24日、マイナーチェンジ。外装のデザインを変更してより個性を強めた外観となったほか、アイラストハイブリッドの g にホンガーシートを採用したレザーパッケージを追加設定。また、ステアリングスイッチの全車標準装備化。 快適温熱シート、エコドライブインジュケーターランプを採用し機能面を向上したほか、アクティブヘッドレストを前席シートにも採用したり、2.4リットル車には SVSC のオプション設定を追加するなど、安全面も向上された。なお、2代メイスト以降、フルモデルチェンジ、マイナーチェンジ、及び新型車として発売されるすべてのトヨタ車に、サイドカーテンエアバッグが、 標準装備化されるとの発表があり、このエスティマのマイナーチェンジにより、サイドカーテンエアバッグの標準装備化が行われると思われたが、最終的に見送られた。2009年8月3日、アイラスをベースに上級グレード G で採用されているシート表皮やバーズアイメープル木目調の内装を採用し、高級感を持たせるとともに、デュアルパースライドドア ETC ユニット、 マルチインフォメーションディスプレイを特別装備し利便性も向上させた特別使用車、アイラス G エディションを発売。ボディカラーは専用色のグレーメタリックを含む4色を設定し内装色もダークグレーかグレージュを選択できる。2009年12月14日一部改良。最新の排出ガス試験モードにおいて2.4リットル車が霊感時の測定モードで 3.5リットル車が音漢字の測定モードで平成17年基準排出ガス75%低減レベル認定を取得はすでに取得済み。また、ハイブリッド G2 搭載の HDD ナビゲーションを最新モデルに変更し、新たに目的地の目の前まで案内する機能と ETC カード挿入時に有効期限を音声案内する機能を追加。 ハイブリッドのパワースイッチをシナジーブルーに変更した。なお、同年8月発売の特別使用車、アイラス G エディションも蒸気改良を行った。2010年9月30日、誕生20周年を記念し、初代のイメージカラーであったレッドを随所に施したほか、ハイグロス塗装の専用アルミホイールや、ゥエンティースロゴの専用エンブレムなどを装備した特別使用車、 2.4アイラス 20th アニバーサリーエディションを発売。ボディカラーは専用色のボルドーマイカメタリックやグレーメタリックを含む5色を設定した。2012年5月8日、2度目のマイナーチェンジ。外観ではアイラスのフロントデザインと前後ランプのデザインを変更し、18インチアルミホイールを採用。GX はホイールデザインを変更し、 2008年改良型まで装着されていたグレードバッジを廃止。一方、ハイブリッドには専用リアエンブレムを新たに装着した。ボディカラーは上記の2.4アイラス 20th アニバーサリーエディションで設定されたボルドーマイカメタリックのほか、新色のグレーシュブルーマイカメタリック、アイスチタニウムマイカメタリックを含む全6色を設定した。内装は インテリアカラーをブラックと新色シェルの二色展開とし、インパネやフロントドアアームレストにサテン調、シルバー加色モールを追加。パネル色をブラックメタリックに変更するとともに G ・アイラスレザーパッケージには深みのある木目調加色を採用した。装備面では G ・アイラスレザーパッケージ及びハイブリッド全車にナノイートスーパー UV カットガラスをアイラスには デュアルパワースライドドア、ロングスライドコンソールボックス、アイラスレザーパッケージのみ、マルチインフォメーションディスプレイ付きオプティトロメーターを G にパワーバックドアをそれぞれ標準装備。さらに、3.5リットル車には S、VSC、ハイブリッドには車両接近通報装置を追加して安全面も強化。ハイブリッドにはスポーティーグレードのアイラスを新設した。なお、 X の 2WD 車及び、アイラスの 2WD 車、8人乗り仕様を除く2.4リットル車は、平成27年度燃費基準を達成している。2013年5月7日、一部改良。クリーンエアフィルターに脱臭機能を追加して全車に標準装備したほか、運転席からの目視だけでは確認しにくい。車両周辺の状況を、 シフト操作と連動して真上から車両を見下ろしたような映像としてナビゲーション画面に表示し安全確認を支援するパノラミックビューモニターやクリアランスソナーバックソナーをオプション設定に追加した合わせて特別使用車、アイラスプレミアムエディションを発売アイラスの2.4リットルガソリン車ハイブリッド車の各7人乗り仕様をベースに バックドアガーニッシュにメッキ加色を施すとともに、内装にはブラックパネルの専用加色を施し、インパネやフロントドアアームレストにはサテン調シルバー加色モールを組み合わせた。シート表皮は合成比較トリコットの専用コンビシートとするなど、高級感を演出し、フロントパフォーマンスダンパーも装備した。2 2四リットルガソリン車は前日の特別装備に加え、ハイブリッド車では、 ベース車に標準装備されているメッキ加色のアウトサイドドアハンドル、メッキモール、電動、マルチアジャスタブルフロントシートも特別装備した。2014年9月2日、一部改良。ハイブリッド車のエスティマハイブリッドを含む全車に、リバース連動、オート電動格納機能付けドアミラーを採用し、ガソリン車のエスティマ全車に、SVSC を標準装備した。合わせて、雑誌。 ベリーとコラボレーションした特別使用車アイラスベリーエディションを発売。アイラスの2.4リットルガソリン車、ハイブリッド車の各7人乗り仕様をベースに、フロントバンパーモール、サイドメッキ、フロントエンブレム、バックドアガーニッシュ、フロントホグランプに、スモークメッキを、インパネとフロントドアアームレストにサイバーカーボン調の専用加色をそれぞれ施し、 ルーフやピーラーにブラックを、シート表皮は、ベージュの合成比較をそれぞれ採用。フロントドアガラスに、スーパー UV カット IR カット機能を追加したほか、ナノイー、快適温熱シート、リアオートエアコンなどの快適装備をプラス。さらに、オールブラック塗装のディスチャージヘッドランプ、LED スポットランプドアカーテンランプ、脱着式、デッキボードなども装備した。なお、 2013年5月に発売された特別使用車、アイラスプレミアムエディションはベース車と同様の改良を受け販売を継続した。2016年6月6日3度目のマイナーチェンジ。外観はフロントデザインが一新されヘッドランプはアッパーグリルから連続してサイドまで回り込んだ薄型に変更するとともにアッパーグリルを大口化し バンパーコーナーを張り出した造形とした。リアのコンビネーションランプは立体的に造形した赤基調にするとともに、ストップランプは LED ライン発光テールランプを面発光にした。ボディカラーはミニバンで初めて、ブラックルーフと組み合わせた、ツートーン仕様三色を設定したほか、モノトーンについても新規色三色を含む七色展開とし、計十色とした。合わせて、 全色に小さな擦り傷を自己修復するクリア塗装セルフリストアリングコートを採用した。装備面においては衝突回避支援パッケージトヨタセーフティーセンス C を全車に標準装備したほかリアドアリアクオーターバックドアにスーパー UV カットプライバシーガラスを採用。これにより被採用のフロントドアガラスとウィンドシールドグリーンガラスと合わせ トヨタ社で初となる360度全方位に UV、カットガラスの採用を実現した。グレード体系は大幅に整理して、パワートレインは V63.5 リットルを廃止して2.4、ハイブリッドと2.4ガソリンの2種類に、2016年の改良型からエスティマエスティマハイブリッド共通のグレード体系に変更し、エリス、エリスプレミアム、エリスプレミアム G2、 エリスベリーエディションの装備を引き継いだ、エリススマートを加えた K4 グレードとなった。レザーパッケージ廃止により、本革シート仕様は廃止となった。この変更で、全車アルミホイールが標準装備となるが、ガソリン車に限りホイールの17インチアルミへの、スペックダウン及び16インチスチールホイール、フルホイールキャップへの変更が可能となっている。スチールホイールへの変更適用で、 サイドリフトアップシート車は約7万円弱、それ以外のガソリン車は約10万円弱安くなる。追って同年登場した香港仕様プレビアも国内向け4機とほぼ同じ外観に変更されたが、こちらは2.4リットルガソリンのみとなった。なお、他方のプレビア、タラゴは2017年11月現在においても国内向けに3機をベースとした外観を踏襲し、 V63.5 リットルエンジンも引き続き採用している。2016年第3回ヤフー検索対象プロダクトカテゴリー社部門賞を受賞。2018年4月衝突回避支援パッケージの名称をトヨタセーフティーセンス C からトヨタセーフティーセンスに変更。2019年10月、2020年5月に予定されている販売チャンネル制度の廃止を見据えた。 車種整理に伴い、生産終了。その後、2020年3月末までに、流通在庫分の新車の登録をすべて完了し、明日ともに販売終了。3代、約30年の歴史に幕を下ろした。なお、販売終了に伴って、東京都以外では2020年5月より、それまで、トヨペット店専売車種だったアルファードと、それまで、 ネッツ店専売車種だったベルファイアをトヨタ店とカローラ店でもエスティマの代替車種として取り扱いを開始している。初代はルシーナがトヨタカローラ店、エミーナがトヨタ店、親エスティマは両店で2代目は T がトヨタ店、L がトヨタカローラ店で販売されていたが3代目は名称がエスティマに統合され販売店による区分はなくなった。 大阪地区では、大阪トヨペットで販売されたが、同社の社名変更により2006年8月8日を、もって、大阪トヨタ自動車の取扱いとなった。トヨタラインアップ現在販売していない車、エスティマトヨタ自動車ウェブサイト、トヨタ .jp、2021年4月2日閲覧。ありがとうございます。